ギドランとは、アラブ種などをもとに、ハンガリーで改良された馬の品種である。本種の毛色はすべてクリゲである。現在では絶滅の危機に瀕している品種であり、全世界でたった200頭余りが生存しているに、過ぎない。別名ハンガリアン・アングロ・アラブ。ギドラン種は1816年、メズーヘジェシ国立種馬牧場において、成立し始めた。最初の根幹種母馬は、 サグラビー・ギドランと名付けられたデザートブレッドのアラブクサグサオウマだった。このシュボバはアラブ種、トルコ種、スパニッシュネープル種、そして同様に東ヨーロッパから持ち込まれた土着の品馬たちと交配された。1893年よりサラブレッドの血統がさらに後にはシャギア・アラブ種も加えられた。本種は東ヨーロッパにおける他の品種たちにも影響を与え、 または、実際に後輩がなされている。その中には、チェコウォームブラッド、オーストリアンウォームブラッド、ハンガリアンウォームブラッド、マロポルスキ、ノニウス、プレバン、ウクラニアンライディングホースが含まれる。もう一つのハンガリー種であるキシュベール・フェルバーとも密接に関連している。ギドラン種の対抗は、 15.3から17、ハンドである。クリゲノサラブレッド、アラブ種、アングロアラブによる雑種で、書類上で4代にわたって、血統を遡ることができ、かつ、最低15.2ハンドの対抗を持つ者が、繁殖登録審査を合格した上で、スタッドブックに加えられることができる。本種はそのスピード、スタミナ、敏捷性、精神的タフさにおいて優れる。頭部は小さく、 直線的な馬体の輪郭線を持つ。縦髪はよく整っており、耳は小さい。長い背と大きな目を有する傾向がある。筋肉は非常に発達しており、力強い品種である。ギドラン種は20世紀初頭、馬仕改良を目的に日本にも輸入されている。やや時代が下って、帝国競馬協会による血統登録においてギドラン種は、 純血種として認められなかったが、一方で当初から、父がギドランで、母がアングロアラブの場合については、その子を内国産のアングロアラブとして登録することができた。そして次第にアングロアラブとほとんど同等なものとして扱われるようになっていく。そのため、輸入されたギドラン種の多くは、アングロアラブの中へその地を繋いでいくこととなった。 とりわけ戦後に活躍したメス系のラインとしては、マスホマレやタイムライン、メイクマイウェイがいるギドラン41-16、トモスベビーを出したギドラン36-4、KS 吉前のコンパスギドラン7などがある。父母が逆の場合は、内国産のギドラン種として登録される。1943年に発行された馬筆決闘登録書第15巻以降では、 血統表内に記される品種の判例からギドラン、ダネが消滅し、全馬がアングロアラブ扱いとなっている。1903年3、1906年輸入。日高種馬牧場つなぎよう。1917年3、父ギドラン42の15、母カイラー。1917年3、父ギドラン42の15、母ギドラン41の16。 ありがとうございます。